ナポレオン3世による他国への軍事的干渉を通じた政治的支援を説明するためにしばしば帝国主義という言葉が用いられる。帝国の本来の意味は複数のより小さな国や民族などを含めた広大な領域を統治する国家のことで、帝国主義とはそれを目指す思想、政策、体制である。一般的には軍事力を背景に他国を植民地や従属国に転化させる政策のことであるため、否定的なニュアンスを持って用いられる。またこの用語は19世紀から20世紀にかけて特にアジアやアフリカでの列強による政治的および経済的な支配に対して使用された。フランス隊は絶えず増強され、1863年6月メキシコを奪った。ナポレオン3世は中央アメリカにカトリックの帝国を作ろうとしていた。この時オーストリアの皇帝フランツ・ヨーゼフの弟マクシミリアンはロンバルディを失ったオーストリアに対する代償としてナポレオン3世からメキシコ皇帝の椅子を授けられようとしていた。ナポレオン3世の妃ウジェニーはマクシミリアンに白羽の矢が立てられた時こう言った。ある予感が私にささやきます。彼は引き受けるでしょう。フランス公妃ウジェニーのその声はその場にいた全員に彼しかいないと思わせた。フランス皇帝ナポレオン3世からマクシミリアンにメキシコ帝国皇帝の座の打診が来た時、それは旗から見ればメキシコの植民地を狙ったフランスの傀儡政策であることは明らかだった。つまり実態では事実上の支配者であるフランスの政権、国家によって管理、統制、指揮されている政権で、内政も外交も自己決定権が完全ではなく、ナポレオン3世の利益のためにナポレオン3世に操作、命令され統治される政権である。しかもメキシコの実態というのはマックスがのこのこやってこられるような状況ではなかった。フランス軍はメキシコの一部を支配したに過ぎず、相変わらず国民の間には大統領フアレスが檄を飛ばしゲリラ戦を全国民に呼びかけていた。だがマックスはそんなことはつゆ知らず、2つの条件のもとにこの悪魔のささやきを受け入れた。1つはヨーロッパ列強による保障、つまりフランス、イギリス、スペイン3国の支援である。そして2つ目はメキシコ全国民がこぞってマックスの皇帝即位を願っているということの証の提示だった。だがそんなものはいくらでも作ることができた。マックス本人もベルギー王家出身の妻シャルロッテも野心家だった。無冠の自分たちの現状に不服で喉から手が出るほど好意が欲しかった。秘めた野望はメラメラと燃え上がり止めようがない。マックスとその妻シャルロッテの間には政略結婚ながら愛情が芽生えていたので夫婦仲は良かったものの、他の家族との仲は堅調とは言い難かった。まずはマクシミリアンとその兄皇帝フランツ・ヨーゼフとの関係。謹厳実直な兄フランツ・ヨーゼフに比べ、マックスは次男気質のおおらかさと人好きのする性質によりウィーン市民に妙に人気があった。これが兄フランツ・ヨーゼフにとっては尺の種でもある。兄と弟は年を重ねるにつれてそれぞれの取り巻き連に囲まれ、王家の宿命とも言わんばかりに兄弟の仲は引き裂かれていきつつあった。だがこの時兄フランツ・ヨーゼフは弟マックスを厄介払いしたかったのだろうか。弟のメキシコ行きに対し全面協力の姿勢を見せた。メキシコ行きの話を止めるどころか、むしろ応用でメキシコ行きを応援する態度を見せていたのだ。
兄フランツヨゼフは、もしマックスがメキシコ皇帝の帝冠を受け取るとすれば、その準備の日をメキシコへの航海にオーストリア海軍の軍艦の使用の許可、義勇軍募集の許可といったプレゼントを提示した。一方、シャルロッテと義理の姉エリザベートとの関係はどうだったのか。賢く物事をそつなくこなし、堅苦しいウィーン宮廷のしきたりにも従い、打てば響くような頭の回転の速いシャルロッテをエリザベートは徹底的に無視していた。シャルロッテは義理の母ゾフィーのお気に入りで、おまけに申し分のない家柄ベルギー王家出身ときては、エリザベートとしてはどうも鼻持ちならないと感じてしまう。エリザベートは、エリザベートの愛犬の大型犬がシャルロッテの愛犬の小型犬を噛み殺してしまったとき、謝りもせずにこう言った。私は小型犬は好きではないので。シャルロッテの方もエリザベートに敵外心を燃やす。公妃の身分に全く執着がなく、公務もろくにこなさない美貌だけが取り柄のエリザベートが公妃で、一体なぜこの自分はこの無礼なエリザベートの風下に立たなくてはならないのか。だから夫にメキシコ皇帝の話が届いた時、シャルロッテは狂気乱舞した。自分も公妃になれる、シャルロッテが夢にまで描いた地位である。統治する姿こそシャルロッテが最も照り輝く姿である。またシャルロッテはそういった器の女性だ。メキシコ行きの話に異を唱え、止める者もいた。母ゾフィーや一部の中心たちである。だがナポレオン三世の破天荒な計画にマックスは腹をくぐった。ヨーロッパ列強の支援、メキシコ国民からの歓迎の意、そして兄からのプレゼント、これだけ揃っていれば盤石なはずである。ところが土壇場になって予期せぬ事態が起きた。兄フランツヨゼフが突然思わぬ条件を付け加えてきたのだ。準備期間は2年間にも及んでいたが、その間何食わぬ顔をして口を拭っておきながら、いよいよ引っ込みがつかなくなった最後の最後にこんな話を持ち出してきた。それはなんとメキシコ帝冠を受ける前にオーストリア帝国皇位継承権を放棄せねばならないというものだった。マックスは耳を疑った。もしメキシコの帝冠を失った場合、もはや自分にはオーストリアに帰ってこざる得なかった場合に、自分の地位はなくなっているのである。そんな大切な話を今になって持ち出してくるとは。だが妻シャルロッテはうろたえる夫に逆ネジを巻いた。フランツヨーゼフとエリザベートの間に長男ルドロフが生まれて以来、夫がオーストリア皇帝の座につく見込みはゼロである。もはや当てにできないオーストリアの皇位継承権云々でメキシコ皇帝の座を棒に振るというのか。シャルロッテの皇妃の座への執着心は強かった。シャルロッテはメキシコ帝冠のためなら継承権放棄書でも何でもいいから、とにかく早急に署名するよう夫マックスに促す。結局マックスはハプスブルク家の全ての権利を放棄する書類に署名した。マックスの目には涙があふれていた。もう後戻りはできない。マックスがこれから見ることになる光景、それをまるで予測するかのようにマックスは次のような詩を書いた。野心を抱くことは気球に乗ることに似ている。ある程度の高さまで登ることは面白く美しい。澄み切った広大な視界が開けてくる。だがさらに上に登るとめまいがしてくる。円形は霧で霞み滅裂となってくる。
空気は極端に薄くなり、最後にはあっけなく墜落し、首の骨を折ることになる。こうして1864年の春、マックスとシャルロッテは革命の渦中にあるメキシコへ、ただ混沌と無秩序が広がるばかりのメキシコへ向かう船に乗り込んだのだった。メキシコでマックスとシャルロッテの運命はどのように翻弄されていくのだろうか。そのお話は第19話の動画でお話しさせていただこうと思いますので、またぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様とまたお会いしたいと思いますので、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方をよろしくお願いいたします。